こんにちは、ゲーム動画で行こうです。セブンスリバース、やっていきたいと思います。はい、今回は、2月、収録日を2月12日より、追加されましたイベント2つを打ち、メダルコレクションをやっていきたいと思います。この前回この下のイヤリー降臨もやってます。よろしければ見てください。それではメダルコレクションのチャレンジでしたいと思います。まず新機量の希少というのがありますね。見てみよう。ファイターがいる。ファイターってファイターはいるかな。メシコさんがファイターかな。あ、違うみたい。リンカーンさんを加えました。確か前もメダルダンジョンはプレイしてみたんですけど、したことあるはずなんですけど、そんなに難しいというか敵強くなかったとは思いますね。まあ、メダルを稼いで強化できるアイテムと交換していってという流れになります。お、すごい。オッケーです。倒しました。やっぱり一番低いルートですともらえるメダル量は少ないですね。準備いけると思いますので、世間話でも、昨日11日は堺に行ってまいりました。堺で、ウィキペディアを実際作ってしまう記事を作ろうというイベントに出させていただきまして、地元の方とか図書館関係者の方とかと、ウィキペディア記事を、作りました。で、その前に堺の、南海の本線の堺駅の西側にあります大浜公園のあたりをたどりまして、明治維新の年に起こりました堺事件というのを説明、地元の、ガイドさんから説明を受けたんですね。で、その時に堺事件、まあ、これフランスの兵士を切ってしまいまして、土佐藩の、侍がで、その国際問題に発展して大量に切腹したと。で、20人の兵士が、まあ、関わってたんですけど、その20人が次々と切腹していくのがあまりにもなんかあれ悲惨で、もう腹渡を土佐藩士が出してその フランス側に見せつけるというような壮絶なシーンもあったという。で、その後、
もともとフランス側は相当な条件を出していて、それをトバフシーの戦いが終わったばかりだったので、あっさり、実権をほぼ握っていた明治政府の方が、やはりそのトバフシーの戦いで主導権を握ったのを奪われたくないということで丸呑みしました。で、事件発生後10日ぐらいで収束させちゃったんですよね。 その事件がもし収束しなければ、もしかしたら明治政府はフランスなどの欧米との戦いを余儀なくされていたかもしれないという重要な歴史上の事件だったんですけど、実はあんまり話題になってない。さらに薩摩藩士土佐藩士が切腹をしてしまったので、さらに明治政府側も穏便にというか急速に収束を図ったためにあまり語られる ことがなかった。だから明治維新のこの激動の一年の中でまだまだ謎を残す事件となっていると。で、そちらの記事も編集しました。堺の、市の歴史、堺市史から、記載されている部分を参考にしまして、その時に堺市史にフランスの要求の5か条が載っておりまして、そちらを参考にしました。その5か条というのが結構記載されてなかったんで、いい仕事したかなと思います。さてと、こう言ってる間にダークナイトを加えないといけないとなってます。ダークナイトを加えて倒せばいいってことですね。さあ、行きましょう。他にも堺駅付近の神社とか、をウィキペディアを記事いたしました。強敵だと思うんで、でもニッキーさん強いな。多分楽に勝てると思います。そうそう、仁徳天皇陵の近くにあります、大仙公園の北側にちょっとおしゃれなお店がありまして、そちらで、懇親会を、私は不参加だったんですけど、そのイベントに参加された人で、懇親会をやった みたいです。
実は今家で撮ってまして、四日市で、行くかもと言ってたんですけど、結局行かずに、家で、遊んでます。はい、というわけでメダルダンジョンを、行きました。メダルはまあ余裕がありますね。結構はい、それではメダルダンジョンここまでとなります。また毎度のことですけど、この説明欄にツイッター、ブログのアドレス記載しております。よろしければ見に行ってください。またですね、チャンネル登録の方もしていただければ嬉しいです。関連動画、またこの動画に関連するプレイリストも、最後に載せておりますので、そちらもよろしければアクセスしていただければ幸いです。はい、ということで、セブンスリバース行っていきました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ゲーム動画で行こうでした。